グリーンはゴルフにおけるるコースの一要素であるフェアウェイよりもきめ細かに整えられた芝で構成されており、この区域内のどこかにカップが設けられている。ゴルフの基本的な目的は自分のボールを効率よくグリーンに運び、そしてカップに落とすことである。打球をグリーンに打ち込んで静止させたことを通例、オンと呼ぶ。グリーンの上では パターと呼ばれる特殊なクラブを通常用いる。パターは他のクラブと異なり、ボールを空中に飛翔させずに地面を転がせる働きを持つ。パターを用いることをパッティングと呼ぶ。グリーン上では必ずしもパターを使わなければならないわけではなく、プロのトーナメントでは複雑な形のグリーンでショットを行う選手を見かける。ただし、アマチュアのショットはしばしばグリーンを痛めるため、 アマチュアにおいては、ローカルルールで、グリーン上ではパターを用いることと規定されている場合が多い。グリーンと、それ以外の区域を隔てる部分のことを、カラーもしくは、フリンジと呼ぶ。グリーンエッジと呼ばれることもある。グリーン上の芝よりも、若干荒い芝が植えられていて、その名の通りわずかに隆起している。グリーン外からの打球が、カラーでとどまって、 グリーンに達しなかった場合、オンとは言わない。カラーは外部から転がってきた打球がグリーンに入ることを阻むとともに、グリーンから打球がグリーンの外に出ることを防ぐ防護壁として作用している。グリーンに達するまでは腕力に任せた強引な手法も通用するが、グリーンの上では一転して、慎重さや冷静な計算力などが重視される。ドライバーショットなどでいくら飛距離が出せても、 正確なパッティングが決められなければ、ゴルフスコアの向上は見込めない。逆に言えば、飛距離面では、少々を取るプレイヤーであっても、グリーンでのパッティングが上手であれば、スコアを向上させることが可能ということである。テレビ中継などで、プレイヤーがグリーンの上でしゃがみ込み、芝生の随所に視線を傾けている場面をよく見かけるが、これは現在のボールの場所から、 カップの位置までどれくらい距離があるのか、どれくらいの傾斜なのかを推測している行為である。ホールがボールより高い位置にある場合を上り、低い位置にある場合を降りという。下りより上りの方がボールが止まりやすいため、上りになる位置にオンさせるのが基本的な戦略である。また、グリーンの芝がどのような状態にあるかということも、グリーン上の戦略では意識しなければならない。 ボールが速く転がる状態の芝を、俗に、速い芝、その逆を、遅い芝と呼ぶ。この状態は、常に変化している。例えば、雨が降っていたり、止んでから間もない場合は、遅い芝になりやすい。また、芝の生育条件により、そのグリーンの芝は特定の方向性を持っている。これを、芝目と呼ぶ。これは、打球に対する抵抗を左右する条件になっている。 また、グリーンの芝の品種は主にベント芝と、高来芝の2種類が使用されている。高来芝の方が、早い芝であり、難しいとされている。コースを形成する他の要素と、同様、グリーンと一口に言っても様々なタイプがある。単純で難易度の低いグリーンは、その面積が狭く、平面に設けられたものである。斜面や、面積の広いグリーンも扱いにくい。 グリーン上ではコースの他の場所と違いマークを行うことで自由にボールを取り上げることができる。マーク後はボールを吹くこともできるがボールの交換はコースの他の場所と同様にボールが損傷している場合に限り他の競技者の確認をもって行える。マークを行うかどうかは競技者の自由である。グリーン上からの打球が他の競技者のグリーン上のボールに当たると二打罰の ペナルティとなる。そのために他の競技者にマークを行うことを要請することができる。その他にグリーン上からの打球が置かれた旗座を自分自身、自分の道具やキャディに当たるとに打抜のペナルティとなる。マークはボールのホールから遠い側にマーカーを置くことで行う。マークにボールを戻すときはマーカーの前にボールをリプレイスする。マークに使うマーカーは効果ほどの大きさで、 地面に固定しやすくするため中心に短い足がついている。ゴルフ用品店に行けば多種多様のマーカーが販売されていたり、コース独自の記念品的な意味合いの特製マーカーも出回っている。さらに、製造業者に依頼して自分自身のオリジナルマーカーを作る者も,もいる。また、それを鑑賞するための額縁なども販売されている。マーカーを集めることは、 ゴルフの趣味的な一要素として広く好まれている。フェアウェイ同様、芝は常に滑らかな状態にしていなければならない。自分のショットにより芝が傷ついたなら速やかに修復しなければならない。自分の傷つけた芝により相手の打球が悪い結果になるようなことをしてはならない。特にバーディやパーを決めて喜んでいながら修復しないというのは悪意のある行為と、 解釈されても仕方がない。ただし、パッドの戦場で修復できるのは、ボールマークだけである。パッドの戦場のボールマーク以外を修復すると、二打罰のペナルティとなる。前述したように、グリーンでしゃがみ込んで打線を検討するのは、必要な行為である。しかしそれにこだわりすぎたり、円滑なプレイの進行を妨げてはならない。ありがとうございます。